前の動画で小さい頃出窓からおしっこをしててばあちゃんの鉢植えの花を全部枯らしてたっていう話をしたんですけども実は小学3年生くらいまでそれをやってまして小学3年生くらいになってやっとあこれおしっこのせいで花枯れてんだって思ってばあちゃん花を植え替えるたびにちょっと悲しい顔をしてたんでさすがにもうやめようってなってたんですけど小学3年生の夏休みだったんですけど 夏休みになると鉢植えを育てるじゃないですか絵日記みたいな感じで僕の学校は朝顔を毎年毎年育ててたんですけど弟と喧嘩をした時にその枯れるってのを分かってたんで弟の朝顔におしっこかけたんですよそしたら案の定やっぱりその朝顔を完全に枯れててその毎日毎日弟が今日はこれくらい大きくなったこういうふうになったって書いてたんですけどその僕のおしっこをかけた翌日から一瞬で枯れちゃったんで その日以降の弟の朝顔はその全く何も生えていないっていうのを8月31日まで弟は書いてましたでただ僕がおしっこをかけて弟の鉢植えを枯らしてしまったのを弟は知っていたので弟は仕返しに僕の夏休みのワークにうんこしてお母さんに怒られてましたこの話の一番の被害者って誰かって考えた時に今ならわかるんですけど何も知らずにそのうんこのすいた 夏休みのワークやおしっこのかかった朝顔とかを知らず知らずに触ってる先生だったり同級生とかが一番かわいそうだなって思いました。